皆さんこんにちは。高森高校3年田中です。今日はアソニャンに来てもらいました。アソニャン、アソニャン、今日の高森高校ニュースは何かな。なるほど、部活動紹介だね。今回はどこの部活を見に行きたいの。今日はこちらの部活の紹介です。それでは早速部活の練習風景をどうぞ。まずはみんな大好きダッシュだよ。次はキャプテンがみんなに練習の指示を出すんだよ。まずは基礎打ちだよ。基本的なショットの練習だよ。これはドライブ。むずいこれ。次はクリアだね。遠くに飛ばすんだよ。次はドロップ。ネット際に落とすセコいショットだよ。次はみんなの憧れスマッシュ。スマッシュが速いと、まあ、モテるよ。次はヘアピン。ネットスレスレを行くショットだね。これは練習の一つ、反面シングル。試合形式でやるから結構楽しいんだよ。高森高校バドミントン部キャプテン後藤圭介です。バドミントン部はどんな部活動か教えてください。元気な人が多く明るく楽しい部活動です。高校総体の目標を教えてください。男子は団体戦では毎年目標にしているベスト16に入ること、そして個人戦では部員男子全員が3回戦以上に進めるように頑張ります。キャプテンとしてどのような部活動を目指してますか。挨拶などの礼儀面もしっかりしながら、きつい練習にも真面目に取り組み、最後まで諦めないような部活動にしたいと思います。バドミントン部が普段どのような練習を行っているのか教えてください。フットワークやノックなどの基礎の部分を固めながら、ゲーム練などを行うことによって試合になるべく近づけた練習も行っています。それでは最後に一言お願いします。バドミントン部はきついことも多いですが、みんなで協力しながら明るく楽しく頑張っています。ぜひバドミントン部に来てください。高森高校バドミントン部副キャプテンの白石美里です。バドミントン部はどんな部活動ですか。みんな元気で明るく、先輩後輩関係なくみんな仲のいい部活動です。高校総体に向けての目標を教えてください。女子は団体戦では1回戦勝ち上がれるように頑張りたいです。また個人戦でもみんな1回戦勝ち上がれるように頑張りたいです。副キャプテンとして意識していることを教えてください。
私が副キャプテンとして意識していることは声出しです。先輩たちがいただいては先輩方がすごく声出しをされていたので、それを真似して今もファイトなどみんなを勇気づける声出しを頑張っています。またキャプテンに負けないように技術面でも練習を頑張っています。それでは最後に一言お願いします。私たちも日々練習を頑張っています。ぜひ来年高森高校に来て一緒にバドミントン部に入って楽しみましょう。待ってます。こういう面白い先輩もいる楽しい部活動だよ。